地震、またはアッサム地震は1950年8月15日に発生したモーメントマグニチュード8.6の地震。震源はインドアッサム州の東北辺境地区の中のヒマラヤ山脈のすぐ東、カンギガルポの南のミシミ丘陵にある。この地域はマクマホンラインの南にあり、現在はアルナーチャルプラデーシュ州であるが中国とインドの間で、 国境紛争中である。この地震は、アッサム、チベット両方において壊滅的被害をもたらし、約4800人が死亡した。沈み込み体ではなく大陸衝突によって起きた地震では、記録に残る世界最大規模のもので、地震により発生した大音響がこの地域一帯で報告された点でも、注目に値する地震である。 インド北東部の地震の歴史をさらに明らかにしようとフィールド調査が国立地理学研究所やブバネーシュがある物理学研究所の科学者により行われた。この調査により過去の地震活動により形成された岩礁や噴砂を含む液状化の痕跡が戦場地やディング川渓谷の12個以上のトレンチの中で発見された。放射性炭素年代測定により堆積物が 約500年前のものであると確認されており、この結果は1548年に記録された地震と一致するだろう。この地震はヒマラヤと横ン山脈の間の起伏の多い山岳地帯で発生した。地震はインドとチベットの間のマクマ本ラインのすぐ南で発生し、両地域において壊滅的被害をもたらした。 現在この地域は中国がチベット自治区のザユル県とメトク県の一部だと主張しており、インドはアルナーチャルプラデシュ州のローヒト県の一部だと主張している。この巨大地震はマグニチュード8.6と計算されており、20世紀で世界6番目の規模の地震であった。そして海洋性沈み込み体以外で発生したものでは、これまでに知られている最も大きな地震でもある。 この地震は二つの大陸プレートの衝突により発生した。余震は多数発生した。マグニチュード6以上の余震が多くあり、離れた観測所での記録は合理的な震源位置を推定するのに十分だった。そのデータからインド地震局はこの地震活動が統計約90度から97度までの広大な範囲に広がっていて、この範囲の東端近くに この巨大地震の震源があったと推定した。この地震はアッサムとチベットに壊滅的影響をもたらした。アッサムでは1526人、チベットでは3300人の死者が報告され、死者の合計は約4800人となった。西ミ見ミ丘陵及び周辺の森林地帯での多くの落石により、救援の変更が行われた。アーバー丘陵では、 地滑りにより70の村が破壊され156人の死傷者が出た。地滑りはブラマプトラ川の支流を塞いだ。リバング渓谷で土砂ダムが決壊したものの被害はなかったが、スバンシリ川の土砂ダムは8日の間隔を置いて決壊し、7メートルの波がいくつもの村を水没させ532人が死亡した。アッサムでは経済的損失においては、 アッサム地震よりも甚大であった。激しい揺れに見舞われただけでなく、地震が土、泥、樹木他のあらゆる種類の瓦礫をもたらした後、水位が高く上がり、洪水が起きた。最も被害の大きかった地域の上空を飛行したパイロットが地形の大きな変化を報告した。これは種として巨大な地滑りによるもので、そのいくつかは写真に収められた。チベットでは、 ハインリヒ・ハラーが、ラサで強い揺れと、地面から鋭い、大きな音が鳴ったことを報告した。ラサでは何日間も余震が感じられた。チベットのリマで、フランク・キング・ドン・ウォードは、激しい揺れと大規模な地滑り、小川の水上昇を記録した。当時ミャンマー北部のプタオに住んでいた、アメリカの宣教師、ヘレン・マイヤーズ・モースが、自宅に送った手紙には、本心や、多数の余震。 地鳴りについて書かれている。より西で起きた数日後の余震は、アッサムでは、本震よりも大きく感じられた。一部のジャーナリストは、この余震の方が、より大きく、それまでで一番大きな地震に違いないと考えた。これは、マグニチュードと揺れの強さという基本的概念の、混同の典型的な例である。キングドン・ウォードなど多くの人が、本震の時に聞いた大きな音については、 特に研究されている。また、ノルウェー及びイギリスという遠く離れた地で、副振動が観察されている。2001年のインド西部地震を受けたサイエンスの論文では、ヒマラヤの70%が非常に大きな地震に見舞われる可能性もあると推定されている。この予測は、この地域の歴史記録の研究及び1950年の地震以降大規模地震が発生するのに、 十分な滑り量が生じているという推定に基づいている。2015年ヒマラヤ山脈は再びネパールのずっと西を震源とする別の大地震に襲われた。ありがとうございます。